やろうと思ったきっかけは、超陽キャ哲学、パクモスさんが今出されてる本の、ちょっと書評動画を作ろうかなって思いまして、それでもう2、3回ぐらいちょっと本見返してたんですね。それで僕とパクモスさんの対談のその文字起こしの部分とか読んでみて、ちょっと思ったのが、結構パクモスさんの話の中に友人っていうワードとか、友人のエピソードが結構、僕と比べてだいぶ多いなみたいな感じがして、すごいなんか、陽キャ哲学と言われるだけあって、すごい友人が多いんじゃないかっていう、その僕とかと比べて結構友人が多くて、で、最近も、名古屋、愛知の大学生 YouTuber の人が、の問題についてちょっと、ごたごたありましたけど、彼がどうしたら幸せになるか、メンヘラから抜けられるかって言った時に、確かに、そのパクモさんがおっしゃられたアベバン出るとか、なんか思想の天才っていう風になって、周りがすごい、そういうちょっとハイレベルの人が周りに集まるっていうのはもちろんそうなんですけど、それ以前にちょっと友達の作り方とか、友達を作るっていう上でのなんか SNS とかそういうのの使い方みたいなのが、僕もちょっとそこら辺は未熟なので、ちょっとそれをパクモスさんに教わりたいなっていうふうに思って、今回セッティングさせていただいたっていう、そういう流れです。俺最近、大王製紙の井高社長、井高元社長みたいなやつと、島薗茜っていう、なんかちょっとキモい GU がいたけど、そいつの対談を見たわけよ。で、見て、10分ぐらい見て、もうさっきついさっき見たんだけど、もう本当見てらんなくて、もともと、論争の原因となったのが、島薗茜が引きこもってウーバーイーツ生活をしてるかしてないかっていうさ、その社会的には全くどうでもいいテーマで、その大の大人が2人で喧嘩してて、もうそれ自体もすげえキモいなっていう感じなんだけど、それ以上に、じゃあその話がありましたってなった時に、まず、島薗茜の方が大王製紙の社長の方をめちゃくちゃ煽るわけよ、みたいな。いや、あなた、その大王製紙の社長は、日本保守党っていう、ね、東洋政党みたいなのを応援してるっぽいんだけど、いや、日本保守党の、理念知ってます？みたいな。さ、そんなさ、別にさ、一般人がさ、党員だからっつってさ、その党の理念全部覚えてるわけないじゃん。覚えてないですよ、みたいなこと言ったら、とか言って笑い出して、いやもう、いや、僕何がおもろいねみたいな。意味わかんなかったんだけど、急に高笑い、多分面白くないけど、嘲笑したら勝ち、冷笑したら勝ちみたいな態度で、いきなり笑い出して、で、これがインターネットのコミュニケーションの負の部分全部入ってるなと思って、で、稲葉君思い出したわけよ。稲葉君が、稲葉君って言っちゃダメ、アイアイクくん、が、昔、古田浩一のね、ライブに来た時に、全く同じことをしてたわけ。もう、くしく、入ってきて、おい、バカがよ、バカがよ、狂え、狂え、とか言って、で、それをやった後に、島薗茜もそうなんだけど、その後に、真面目な話にしようとするわけよ。真面目な話にして、いや、僕は6億円持ってて、金を持った後の幸福論は、井高さんどう考えてますかって聞くわけね。そしたら当然井高さ、いや、今はそんな馬鹿にされた上で、なんで俺がお前にパーソナルの部分を開示しなきゃいけないんだっていうふうに返すわけよ。それ全く同じで、まず、人の上に立とうとした発言とかマウントを取った後に正常なコミュニケーション取れないわけよ。で、マウントを取るのがなぜ有効かっていうと、もう格付けが終了したとき。格付けが終了して、お前は俺の命令を絶対聞けよってなったときに、じゃあお前の幸福論を教えろって言って、じゃあ母は分かりました、私の幸福論はこれですってなるんだけど、基本的にさ、レス場、口のバトルってさ、自分が勝ちって言ったら勝ちじゃん。その喧嘩じゃないんだからさ、そのボクシングとは違うわけ。だから、永遠に平行線になって、で、そこから、新しい、コミュニケーションというか、自分が、こっちも自分が上、こっちも自分が上ってなってるから、そこから、なんていうの、次の、なんていうのかな、生産的な会話が生み出せなくて、それがないとさ、なんていうのかな、その人と話してても楽しくないから、その人とは友達にならないよねってなっちゃってるわけよ。だから、あの本を全て批判するわけじゃないんだけど、コミュニティを支配しようってすることが一番コミュニティが支配できないわけよ。逆説的に言うと。だってさ、お前、だって要はさ、アメリカ人とかってさ、毛布とかコレラとかがついた毛布とかを与えて、仲間ですよ、みたいな感じで、でもコレラとか流行らして、インディアン、その当時のネイティブアメリカンとかを全滅させたりとかさ、仲間のふりして、
お茶となんか金銀財宝を交換させたりとかさ、とんでもねえレートで。そのだから要はさ、その悪魔も天使の顔をしなきゃダメなわけよ、コミュニティ支配する上ではさ。なるほどなるほど。そうそうそう、それが分かってないから、まず俺が上だよっていうコミュニケーションを、まあ、それがさ成立するのは、その H 田龍吾みたいな、その本当に頭が良くて人を口八丁手八丁でコントロールできるような強いやつだけで、凡人、はい、凡人がそのなんつうの、そのコミュニケーションの凡人よ、その思想の、はい、思想の天才凡人はまあ置いといて、そのコミュニケーションとかそのサイコパシーのない人が無理やりそのなんていうのかな、コミュニティをなんか相手を言いまかしたりとかコントロールしたりすることによってその支配するっていうことは俺は結構できないと思ってるんだよね。なるほどなるほどなるほど、確かにそれはありますね。でその上で俺は結構疑問なのが、じゃあ浅原翔吾とか何なんだよっていう。浅原翔吾とかいきなりなんかすごい高圧的でさ、なんかその、はい、まあ、昔のエラテンみたいなさ感じなわけよ。なんかその、まあ、ちょっと糖質が入ってて、なんかその こいつは敵だみたいな、立花隆敵だみたいな感じで、でなんかその信者がうおーいな、立花隆叩くぞみたいなさ、そういうなんかカリスマ性がさ、はい、あるじゃん。はいはいはい。でまあその古田浩一もそういうとこがあると思ってるんだけど、稲葉くんって言うのよ、言わないんだけど、その愛知の大学生にはそれはないじゃん別に。だからそれな、何がなんか俺目線でも分かんないんだけど、そこって何なんだろう、そのモザイクから見て、なんていうかな、その突拍子もないこととか、超上から目線でも、ある程度、まあ、こいつは仕方ないよなって言って、まあ、人が周りに集まってくる人と、いや、俺が強いんだって言って、周りに人が離れちゃう人って、これ何が違うんだろう。いや、めちゃくちゃでも難しいですね、本当に。なんか、結構コミュニケーションってすごい、なんか、岩佐薙さんみたいなあれですけど、なんか論理化できないっていうか、なかなか全部ロジックみたいなところで説明できないから、うん、いやでもなんかそのでも、はい、平行性があるわけじゃん、そのとんでもないこと、はいはいはい、その同じようなことを言っても認められるやつと認められないやつがいるわけじゃん、はい、多分その大川隆法ってこの太陽の方ってコミュニティ支配論だと思うんだよ、同じ内容はね、はい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 、内容はコミュニティ支配論なんだけど、でだってもうとんでもないこと言ってるわけよ、大川隆法って自分があの釈迦となんか天照大神となんかブッダとかのなんかのもうなんか全部の人格を合わせ持つエルカンターレだっつってるわけ、もうとんでもない話でしょ。それをあそうなんですかって言ってみんな信じるわけだよ、それを。はいはいはい。やっぱそれはなんか東大が偉いのかな、やっぱ大川隆法が東大卒だからみんな聞いて、その名古屋のエフランの子の言うことは聞いてくれないのかな。でも俺そこやっぱ学歴に求めたい。いやそれは違うかなっていうふうに思いますね。ちょっと待って、なんか古田さんが最近ちょっと僕にあの送ってきたその愛くん絡みの LINE ですごい、あのこれもしかしたらちょっとヒントになるなっていう部分が一つあったのと、あともう一つ、あのまず古田さんにおいて確実に言えるのは、古田さんのあの2年ぐらい前に YouTube ライブで撮ったやつ、僕あのダウンロードしてて、それをモザイククラブで上げて、それを僕聞いてみたんですよ。そしたらやっぱり聞いてるときに、あ、脳汁出てるなって感覚があって、いや分かる、そうそうそう、めちゃくちゃ楽しいな。後でさ、そのクルタ君怒っちゃうかもしれないんだけど、はい、これめっちゃ褒めてるから、はい、ちょっと怖いなって思うぐらい、カリスマ性がすごいわけよ。あ、もうこれテクノロジーのが、あ、 AI が人間 の知能を超えるみたいな、もう その通りなんだって思ってるし、もうなんかちょっとトランス状態になってましたもん。いや、トランス状態になるんだけど、でも言ってることを冷静に聞くと間違ってるわけよ。なんか間違ってて、なんかそのアイカーが、そのネオバックのアイカーが、その日本を支配してるくらいのことを言ってて、いや、それはないだろみたいなさ、その冷静に考えるとそれはないだろって思うんだけど、でも別にその、違うんだよね。言ってる内容とかじゃなくて、なんかそのスケール、そのスケールとその価値相対化がすごすぎて、もうなんかその、なんか右をぶん殴られた後に左をぶん殴られてみたいなさ、なんか脳震盪がずっと起きてるみたいな状態にさせられるというか。うん、だからもう強いわけよ。だからそれがアートなんじゃない？
だから俺はアートの才能めっちゃあると思う。確かに。あともう一つはちょっと僕やっとあの古田さんの会話をもとにあの書いたメモを今あの見つけて今読んでるんですけど、古田さんはこれ言っちゃいけない、言っていいと思うんですけど、まあその愛君に対して彼には上下関係や学歴にネタ東京乗りを教えないと頭だけ良すぎてあのままじゃ同性の男性とすら話せない、まあゆっくりだねっていう風に文章送られてきたんですけど、これが結構ちょっと深いなと思ってて、その古田さんの話ってちょっと僕みたいな凡人だとちょっと理解できない部分も多いし、多分幕本さんもちょっと理解できないなって感じるとか多いと思うんですよ。でも一応会話が成り立ってて、まあ、あのると場面ってあるじゃないですか。それなんでかなっていうふうに考えた時に、まあ、そのみんなが知ってる有名な人物名だったりとか、それをまず必ず押さえていて、それを登場させて話を作るっていうことだったりとか、あとあるあるネタ、あみんなが知ってる有名な人物名は成田悠輔ひろゆきとか、あのまあ、浅田明はちょっと絶妙ですけど宮台真司とかニーチェとか、うん、であとはそれプラス東京の中高一貫校のあるあるとか電通の先生のブラックな授業ネタとか、なんか DNA にインタビューしたとかゲームにハマってたとか結構共感しやすいフックっていうのをたくさん持ってて、はいはいはい、愛くんの話には多分それがないからどうにもちょっと人が引っかからないっていうか、それだ。それですよね。すごい今しっくりきた。いや、よかったです。アイ君の話っていうのは、その、はい、アイ君の話っていうのはなんか自分の人生が投影されてないんだよね。その自分の人生とかさ、アイ君からさ、そのまあ、自分の周囲の登場人物の話聞いたこと一回もなくて。確かに。はいはい、そう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 、なんかその武蔵野美術大学の 何々先生みたいなさ、はい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 、急に出てくるじゃん。はいはいはい。っていうのがなくて、人生はなくて。俺の考えたかっこいい人、だからラノベの主人公が自分だと思ってんだよね。ラノベの主人公の話されても、いや、それはラノベ、プロの書いたラノベ読むよってなっちゃうから、そうじゃなくて、ラノベの主人公じゃなくて、人間的にさ、そのかっこ悪い部分とかあるわけじゃん。生きてたら当然人間ってさ。はい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 、はい。例えば、そのなんか女に振られたりとかいじめられてたりとか、そういうところ、はい、泥臭い、そういうところが隠そうとしてるんだよね。錯覚そうとしてるから、そこからにじみ出る味みたいなのがないのかもしれない。はい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 。あとはその、なんて言うんでしょう、さっきも共感しやすいって言ったんですけど、例えば 逆転オセロニアっていうゲームはハマってないにしても、なんか学生時代、例えばパズドラとかモンストにハマってるとか、なんかもうちょっと前だったらグリーのなんかなモバゲーとかハマってるとかで、例えば逆転オセロニアっていうゲームで俺はずっと大学の時ゲームやってたんだって古田さんが言った時に、あ、僕も私もあの大学の時にこのゲームハマってましたよっていう風にその会話がつながるみたいな。そこのだからそうそうです、ね、だから俺結構その悪い言い方かいい言い方か分かんないけど、結構こんにゃく問答に近いところがあると思ってて若松さんが最近ハマってるやつ、そう こんにゃく問答に近いところがあると思ってて今甘味鮭の話もたまに深いなって思うわけよ。はいはいはい、そうだから、そのでも甘味鮭ってさ基本的にはおげん入ってるだけなんだけど、でも はい、なんかあれみたいな、ちょっと古田光一にあるなって、はい、だから、はいはいはい、思うわけよ。で、そのなんでなんだろうなって思うと、なんかそのちょっとなんつうのかな、人生をさ小出しにされるから、あーみたいな。で俺その最新の動画の方だけ見てるとそう思わなかったんだけど、やっぱ過去の動画とか見てるとおもろいわけよ。そのバイト7件あのバックレたとかさ、そのクビになったとかさ、はいはいはい、あの急に坊主にしてきたりとか、はい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 、シャシだけどコンタクトレンズ入れるよみたいな、そんなちょっとおもろいじゃん、そういう、はいはいはい、あ、それで思い出したのがちょっと話割り込んじゃうんですけど、パクモスさんが、いや、エイチタさんのチャンネルが全然面白くなくて、俺記憶に残らなかったけど、唯一記憶に残ったのは、ラーメン屋でバイトしてる時に、何かができなくて怒られたっていう話は。そうそうそう、ラーメン屋のバイトして、味玉のボールを間違えて、その店長に怒られてるエイチタの話がもうめっちゃおもろくて、はい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 、その、はっきり言ってさ、その、なんていうのかな、平塚まさゆきがどうこうとかさ、まあ、それ自体はなんかそのアイデア性があっておもろいんだけど、でもそれなんか言ってそうじゃん、なんかいろんな人が。はい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 。そう。俺、自粛派反自粛派っていう話がすごいさ、この界隈でなんかその一大ムーブメントを巻き起こしてたけどさ、なんか俺あの話ってやっぱ一番面白いのは、なんかブックオフが閉店になったことで古田光一が発狂したっていうエピソードが一番面白かったからね、その話。ああ、なるほど。自分らしい。そう。いや、だからその、そう。だから、自粛によって、どういう被害が来てるのかっていうのがすごい分かりやすいじゃん。
はい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 、はい、っていうのがすごいなんか動かされたね。あ、確かにみたいな。あ、なんかでもあれですね、ちょっと父親の話入っちゃうんですけど、自分も父親からその就活で面接の時に話す時に気をつけた方がいいポイントで言われたのが、確か面接だけじゃなくてエントリーシートもそうなんですけど、読んでる人だったり話を聞いてる人が頭の中に情景が思い浮かぶような話をした方がいい。なんか抽象的すぎてなんかよくわからない地に足ついてない話じゃなくて、あ、こういう、あ、こういう場面あるよねっていう風に思えるような、ちゃんと細かい部分まで出して、だからその情景が頭に思い浮かぶような話をした方が相手の印象に残るし、その方がいいっていうことを言われたんですけど、その話にちょっと近いのかなっていう。そうなんだよね。で、このトピックのさ、やっぱ友達を作るっていうことにやっぱ立ち戻ると、はい、やっぱそのなんかそのルサンチマンを抱えてると結構それがそのスパイラル、負のスパイラルになって友達できにくくなっちゃうと思うんだよね。はい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 、だから要はさ、その余計に認知を歪ませるというかさ、はい、その嫌われる、認知歪む、認知歪んでるから嫌われるみたいな感じで、別に嫌われてはないんだけど、その嫌われてるっていう思い込み自体が、はい、そいつをめんどくさいやつにさせるっていうのはさ、あったりするじゃん。だからあれですよね、あの思想の天才キャラでやるときはあっても、オフのときとかだと、ちょっとその対談のときは、ちょっともう少しそのナチュラルな、自然な自分を出すみたいなってことですかね。うん、そう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 。で、その自称弱者男性の皆様って、まあ、多くの場合、やっぱ友達が少ないと思うんだよね。それは結構あると思います。そう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 。で、やっぱさ、これ逆説的だけど、やっぱ自分のことを弱者男性って言っちゃうような、その認知の歪みが自分を弱者男性にしてるみたいなさ、あの、だから根源は弱者男性っていう言葉そのものだったりするじゃない？言霊みたいなってことですか？言霊っていうか、まあ、その、なんていうのかな、いや、なんか、あの、聖書とかにあるじゃん。まず言葉ってみたいな。まず言葉って、はいはいはい、で言葉によって定義されて、だからその、なんていうのかな、赤っていうのはさ、赤っていう言葉を言うことによって、赤が存在するっていう、これ誰が言ったっけ？なんか、あれ、言語学者でして、ソシュール。そうそう、ソシュールだ。そうそう、ソシュール、ね。ソシュールだ、はい。思い出しました。そう。あ、まあ、だから言霊に近いね。ちょっと今、あのスピリチュアルブーム来てるから、言霊ってことにしよう。はい、はい、乗っかりましょう。そう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 。言霊やっぱ存在するわけよ。なるほど、なるほど、なるほど。そう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 。っていう話で、だからもう、弱者男性っていう言葉をさ、日本だけじゃないわけよ。ドゥーマーとかインセルとかさ、もう、はいはいはい、いっぱい作ってんじゃん、そのみんな。みんなそう、世界各地でいっぱい作ってるわけよ。はい、でもほとんど先進国。はい、発展途上国とかアフリカでやっぱ弱者男性ってないわけよ。だって弱者男性って死んでるやつだからさ。はい、あ、そうそうそう。笑えないですけど、はい。そうそうそう。死んでるやつは弱者男性だから、そう、生きてるのに弱者男性ってなっちゃうんだよね。え、弱者男性って言ってて、その自分の弱さを出すっていうのは、それはダメなんですか？いや、でもその、なんていうのかな、そこってなんか、はい、その、マーケティング。酸っぱいブドウ的な弱さじゃん。はい。だから、その、俺は貧乏でこういうなんかそのしらすに醤油かけただけのご飯食べてるよっていうそういうなんていうの提示の仕方じゃなくて、なんかそれは俺はお金を持ってないからもうなんて人生おしまいだみたいな、なんかそういうなんていうのかな、ネガティブな感じというかさ、でもお金に興味ないんだみたいな感じ、簡単に言っちゃうと俺はもうこれしかできないし、そもそも興味ねえしみたいな話になっちゃうと、だからそこでさ、なんかそいつの世界終わりじゃん。で、そっちに興味持たないじゃん、別に。で、別にあなたがそうなんですね、みたいな。僕、興味ありませんけど。エピソードトークじゃない。そう、エピソードトークじゃないから、不幸自慢だから、不幸自慢ってエピソードトークじゃないから、興味持てないじゃん、別に。だって、その共感とか同情を求められてもさ、はい、そいつがまず好きじゃない、そいつが好きだから共感とか同情するわけであって、なんか、はい、よくわかんないホームレスがさ、なんか、はい、チワワの目でさ、どうするアイフルってうるうるしてきてもさ、そんな、いや知らねえよって感じやん、別に。いやお前が可愛いチワワだったら、それはよしよしするけど、弱者男性はキモくて金ないおっさんなんだからさ、それはひろゆきの言うように、どうでもいいじゃんって感じやん。まあ、確かにあれですよね、ツイッターで、僕はいじめられ、過去にいじめ女性にいじめられました。だから私は女性が嫌いで、フェミニストが嫌いですっていう投稿で、あなたもそうですよねっていうふうに同意を求められるよりも、自分が中高でいじめられた時の話っていう動画の方が、見たくなるし、多分その動画を見た時の方が、さっき言ったそのツイッターの投稿よりもその人を好きになる可能性高まるってことですよね。そう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 、はい、だからさ、はい、その結構否定心学に近いんだよね。じゃあお前何が好きなのみたいな。
その、じゃあ、俺はこれにいじめられた、俺これ嫌い、俺これ嫌い、俺これ嫌い、これ嫌いみたいなさ、なんかその、継ぎはぎ恐竜記みたいな話で、いや、お前何が好きかで自分語ってくれよみたいな感じなわけよ。そう。はい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 、俺、暇とらかねとかも、そういうのツイート見たわけよ、全部。はい、そしたら、基本的に全て、その、インフルエンサーの嘘松とか暴いてるわけ。これは嘘だ。はいはい、これは嘘だ、これは嘘だ、これは嘘だって言って、別に他人の嘘どうでもいいじゃん。そ他人の嘘を暴くこと、だから他人の嘘を暴く人間として自分のアイデンティティを確立してるんだけど、はい、じゃあ、その、まあ、その警察が治安のいい社会にいらないのと同じで、はい、じゃあなんか人が嘘でマウントを取らないような平和の社会になったら、お前いらないわけだから、はい、うん、なんつうかな、でお前はなんかそのクソにたかるハエみたいなもんじゃんみたいな、だから嘘松がクソだったらお前ハエでしょっていう。だってあれだけなんかそのオタクの表現の自由とかでなんかフェミニストが弾圧してるっていうんだったら、その自分の好きなアニメ作品について語ってほしいですよね。そう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 、あ、それ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 、あ、アニメ批評にも対してもする、アニメ批評すればいいのに。そうそうそう、アニメ批評ってさ、そのなんかその興味ないなかったりとかさ、うん、その興味なかったりとか、なんつうのかな、なんつうのかな、この作品のここはダメだみたいなことをずっと言ってるやついるじゃん。あ、わかります、 YouTube にこの作品ゴミでゴミでみたいな。そうそうそう、町山智博、町山智博になっちゃもう人間終わりだねっていう。ちなみにその町山さんも暇空と対談しててもすごかったですけど、ね、そう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 、暇空がもう声がでかすぎちゃってもう町山さんドン引きして、何、あの 笑い方やめた方がいいね、あのハハハハって言ってやつやめた方がいいね、多分不気味ですよね。そうそう、なんであのみたいな、笑ったら勝つみたいな、そういうゲームないから。友達を作ろうとしてないっていう。そう。あ、それってさ、はい、逆に質問なんだけど、はい、その、友達ってそんなに欲しくないっていう言説もあるじゃん。あ、あります、ね。その、林修とかさ、あ、言ってますね。なんかその、なんか極上の孤独書いたババアとかさ、あの、はい、あそこら辺のやつらがさ、いや、タモリとか、いや、はいはい、友達ってそんな必要ないでしょみたいな、岡田斗司夫もそういうこと言ってたね。はいはいはい。友達ってそんなに必要ないでしょっていう派閥の人間、もいるじゃん。それについてはどう思う？いや、それについてはなんか都合のいいことを僕は言ってるなっていうか、耳障りのいいこととか、あの林修なんかすごいあの分かりやすくて、まあ岡田斗司夫もそうかもしれないんですけど、林修がいやなんか小中学校なんてそんなの、 あの適当にランダムで割り振られた人なんだから、まあ、そんな人と友達になってそれ全く意味ないですよとか言って、それに乗っかるのは多分おそらくですよ、その意見に同調するのは、いや自分って頭いいわみたいな、自分賢いからちょっと周りがレベル低すぎて友達ができねえわって思ってる人が、でもやっぱり心のどっかでちょっと寂しさはあるんですよ。でそれをどうやって埋めようかって思った時に、まあ林修がそういうこうすごいいいことを言ってくれたから、よし俺は頭がいいから友達がいないけど平気って言って、でそれがなんかちょっとなんか悲しいなって感じがしちゃうっていう。でその俺はその名古屋のアイ君みたいに本当に頭が良くて友達ができてなかったりいじめられてるってケースあると思うのよ、あると思うんだけど、でもそれとその自分の感情的にやっぱ友達とかさ、この恋人が欲しいっていう、そのなんていうのかな、その社会的動物としての欲求ってさ、その矛盾して存在してると思ってて、はいはい、じゃあその周りを見下してても自分は孤独だったとかいうケースってあるわけじゃん。ありますね、ありますね。そう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 、だから俺そんなさ、人間として生きてて、なんか本当に、俺、奄美社員なんかも対談した時もさ、いや、私喋るのがめんどくさいんだよね、みたいなこと言って、いや、俺、そんなやつ存在すんのみたいな。あんまなんか、俺、想像できないんだよね、だって。無人島で暮らせばいいじゃん、そいつ。ああ。それでもそれは嫌なんだよ。でも確かに、それはなんか利便性とかがあるから、ちょっと違うのかな。はい、それで言うと、ちょっとその自分はなんかやっぱり最近、まあ数字だけとはいえ、YouTube の登録者も増えましたし、うん、まあなんか再生される動画も一応残したし、まあいろいろあったんですけど、でもやっぱり、なんか恋人はまあちょっと脇に置くとしても、友達はちょっと欲しいなっていう感情が自分にあるなっていうのをちょっと自覚してきたので、ちょっとこっからはなんかその、うん、ちょっとノウハウ的な、そのパクモトさんがどういう感じでちょっと友達作ってきたのか、結構あれですよね、パクモトさんの話聞いてる限りだと、結構あのいろんなお仕事経験されてるから、職場で友達を作るってよりかは、インターネット上で友達を作られてる感じですよね。うん、ああ、もう俺ほとんどそうだね、あの基本的には。俺なんかその、こういう喋り方だから、なんていうのかな、はい、その リアル空間だとさ、まず、そのワンブロックあるわけよ。だからその、まあ、バリア張られちゃうから結構 だるいんだけど、はいはい、インターネット空間って簡単なわけよ。
なんかその、まあ、1000人ぐらいいて、はい、なんかその、ケツ出しても消えないやつだけ残るわけよ。はい、はい。ブリブリーつって。で、そのしんちゃんの元に残ってるのが、まさおくんで、かざまくんで、ねねちゃんで、ぼうちゃんなわけでしょ。はいはいはい、はい、それが簡単なわけよ。なるほど、すごいわかりやすい例え。そう。でも、クレヨンしんちゃんってフィクションなわけよ。クレヨンしんちゃんって、あれ、クレヨンしんちゃんのメンタルが神なだけで、あれ、幼稚園でケツ出して、全員、あの、なんていうの、しんちゃんのことを許容する人間いなかったら、しんちゃんって孤立するわけだから、ギャンブルなんです、ケツ出すわけ。確かに確かに。そう。なんだけど、インターネットって全然ギャンブルじゃなくて、いや、なんかその、はい、いや、ケツ出して嫌われたら次のとこでケツ出せばいいじゃんっていう、そういう単純な話。なるほどな。ちなみにその、具体的に言うと、その、あれですよね、愛さんは結構イエイとか、ちょっと東洋、インターネット上の東横会話みたいなところで、ちょっと友達作りに行ってた、あれはあったと思うんですけど、それはダメ、それはダメ。パクモトさんは、どういったその場所でグラビティとかも使われる、どこで使われる、グラビティとか、まあ、昨日もちょうどなんか、その友達呼ばれてグラビティ行ったんだけど、そういうところで、そう。俺、そもそもなんかその英会話に興味あったりするから、まあ、英会話ルーム行って、で、まあ普通に話したりとか、なんか、やっぱそんななんか特殊なことはやってない。別に普通に、はい、こんにちはって言って話して。グラビティってでも、割と3年前ぐらいでしたよね、リリースされたの。そう。その前まではツイッターとかだったんですか？どこで？ツイッターもそうだし、このスカイプもそうだね。スカイプ。あ、スカイプでなんかあるんですね。オンラインの人と。そう、スカイプ掲示板とかもそうだし。あ、あるんですね、そういうのが。そう、まあ、ちょっとあれですけどね、時代が今。そう。もっと前だと、そう、要は、ニコ生とか。ニコ生とか。そう。ニコ生とかやって、ニコ生の友達とか。じゃあ、YouTube で友達作るみたいなのは、今の、時代っていうかあれで言うと、まあまああんまり間違ってはないんですかね。おう、間違ってないんじゃない？だから俺なんかその、うん、なんか、なんていうの？いや別にその友達の作り方って何でもいいと思うんだよね。別に できたらよくて。ああ、まあもちろんその結果からその、こうじゃないとダメっていうのはないと思うんですけど、ただ結構パクマさん友達多いと思うんで、どうやってそれはどっから見つけてくるのかっていうの結構、わからないから、アイ君はイエイで行こうみたいな。わかんなくないのかもしれないですけど。いや、だからその、俺その場所の問題じゃないと思う。イエイ君が場所の問題ではない。イエイ君じゃねえや。いや、そのアイ君が友達できないのは場所の問題じゃなくて、はい、それはさっき言ったように態度の問題で、俺もイエイ使ってる。別にその単純接触効果あるから、はい、別に俺が週7でイエイに入ってたら、イエイにその顔見知りできて、そこで友達絶対できると思う。おー、なるほど。そう。かそれはなんかその、なんかその 場所の責任じゃない、別にそういう関係ない。あ、プラットフォームの責任じゃない。まあ確かに別にイエイだからって言って全員がなんか論破界隈みたいな、そういうわけでもないですもんね、うん、イエイの中でまたありますもんね。ツイッターも何でもそうですけど、うん、あとね、そうだね。だから結構俺マウント取ってくるやつが嫌いだから、はい、結構なんかその、まあ、逆に俺たち底辺だぜみたいなこと言ってるやつの方がなんかすごいいいかも。ちょっと居心地がいいかも。結構なんかだるいんだよね、そのビジネス界隈みたいな、はい、俺の友達でもなんかそのなんか占いでコンサルやってるとかさ、キモいやついるわけよ。キモいなーみたいな。キモいなーって言って、お前キモいよって言うとさ、怒っちゃうわけよ、そいつ。俺はキモくないって怒っちゃうんだけど、はい、そのいやいや、俺も今日はさ、高田のババで C 社決めたぜとかさ、どうでもいいや、そんなことしねえよみたいな。そう思っちゃうんだけど、はい、そうだから俺は趣味趣向の話もあるね。だから嫌いなものはとことも嫌いだから。ね、なんかその、大学生みたいですね、その高田のババで C 社決めたわ。そう。で、俺さ、その、岩佐凪が泣いちゃった問題あるじゃん。はい。岩佐凪が泣いちゃった問題あって、でも俺って結構モザイクの方の意見に、はい、結構、もう 80% ぐらい共感なんだよね。確かに 20% ぐらい世間の論理でそうなんだけど、はい、その、いや、会話に意味なんてねえよって思うんだけど、でもさ、会話に意味が本当に必要ないって言うんだったらさ、その、趣味の友達とかって存在しないわけじゃん。はい、はい、はい。共通の話題があるからこそ、その、いや、わかりますよ。人間関係が成立してるっていう側面は絶対にあると思うよ。絶対ありますね。だって、じゃあなんで岩佐だけ俺たちなのっていう話じゃん。じゃあ岩佐だけは別の、はい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 、なんか別のなんか渋谷とか原宿にいる女でいいじゃん、友達になるっていう話じゃん。はい、あとはそのまあいわなんか反論ではないんですけど、ちょっと補足すると、多分その小中とかはみんな同じ授業を受けてるんで、その時間を共有してたりとか、教室も同じ場所で受けるから、別に全部共通の話題っていうのがそこまでなくても多分友達にはなれる時代が。単純接触効果ね。それはそれ当たり前よ。だからその岩佐さんは、その確か小中の友達と会うみたいな話もしてたんで、
だから、なんて言うでしょう、高校とか、あと大学ぐらいになってくると、もうだんだん、大学ぼっちの問題もそうですけど、だんだん話題が合わないと、友達作りにくいみたいになってくるんで、そこの。人間的に雑魚なんですよ、それ。人間的に雑魚で、それ、場を作ってもらって仲良くなってるっていうのは、それはもう、はい、その、なんか受動性の極みみたいな。受動性だから。そうそうそう。いや俺もなんかその、はい、その、豊島区のなんちゃら小学校のなんか同窓会ラインとか入ってるけど、はい、呼ばれるけどさ、いや、キモいわけよ。行きたくないんですよ、そういうとこ。なんで、なんで、はい、一度、そのキモいわけをお受験とかしてるやつらだから、なんかその、はい、だから20後半になって、まだ大学院生で、なんかその早稲田だが慶応だが、なんかその、車会社のスバルで働いてるかもさ、もうそういう気持ち悪い会話がずっと続くからさ。いや、で、俺さ、言ったっけ、そのエピソードで。いや、お前何やってんのって言われたときに、いや、俺、SES でエンジニアやってるよって言ったら、ドンマイって言われたっけよ。はあ、はいはいはい、そういうノリありました、ね。カッチーみたいなさ、いや、死ねよみたいなさ。なんか、人にそれでドンマイって言える、まあちょっと大変だねぐらいはまだあれかもしれないですけど、忙しいそうだねみたいなのはまだあれですけど、ドンマイはちょっとなんかさすがに、それを言える人の性格がちょっともう終わってて、ドンマイだなっていう。いやもう終わってるわけよ。だからもうすごいわけよ。なんかその。いや、わかりますよ。なんかその小学校とかその中学校もそうですけど、そういうふうに空間が閉鎖されてると、そこの中でのマウントの取り合いがすごいですもんね。うん、やばい。でしかも、やばいですよね。そう、マウント取り合いもやばいし、はい、あの基本的にさ、その同じ、なんていうのかな、その昔の出来事のエピソードのなんか早期再生産みたいなことをさ、ずっとしてるからさ、なんか昔、はいはいはい、線路に置き石した俺たちは悪だったよねみたいな、そういう話と、そのどれだけその今の俺がすごいんだっていう話のこの二極化。はい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 。ださ、その今さなぎ問題で言われてたさ、その中身のない話っていうのはさ、もっとなんつうのかな、はい、俺中身のない話こそ、俺これ議論だと思ってんだよね。なるほど、深いですね、確かに。そう、だって別にさ、そのいいじゃん、俺が何者でもいいじゃん、別に。だから俺が専門学校卒業しててもさ、別にそれ どうでもいいじゃん、それでなんか、その、でそれで俺がもうひろゆきと戦う前から負けてるってことはないわけよ。はいはいはい。むしろ俺の方が勝ちなわけね、勝ちかもしれないじゃん、それは。はい。だからそれって別になんか、それこそが、なんか本当になんかバックグラウンドも何もかにも。あと、中身のない話みたいなんで言うと、なんかその、今言語化ちょっとできるか微妙な部分であるんですけど、さっき言ったその話題の話を、その共通の話題の話題のネタの話をしてる時に、だんだん話が逸れてって、なんかよくわからない雑談になったみたいな。そのだんだん、あの根っこの部分からどんどん離れて葉っぱの方になるっていう、ちょっと表現合ってるか分かんないですけど、そういう部分で中身のない話ってあると思うんですけど、ちょっとどんな話をしてたのかっていうのが僕はちょっと純粋に気になったので、まあ、本当に彼女は覚えてないのかもしれないんですけど、ご飯の話とか飼ってたペットの話とかなんか分かんないですけ ど、あの僕女性経験があんまないので、女性の方ってどんな会話してるんだろうなって、それでちょっと質問したっていう。あ、いやでも、マジでなんだか記憶にも残んないぐらいの会話なんじゃない。だからその記憶できないってことがさ、だから話してたことが記憶できないってあんまないわけよ。でも俺その人物に対してさ、はい、最低限のリスペクトを持って興味持とうと思うから、はいはいはい、なんかそのそいつが昔してた話とかをその次会った時にそれ必ず出すじゃん。はいはいはい、確かに確かに。僕も超結構覚えてる方なんで。芝犬死にましたっつって、どうするんだ死にかけの芝犬死にましたっつったら、いやまだ死んでないよって言うと、おもろいよね。はい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 。そう。連続性ですよね、それで。そう。前あ、だから それを覚えてないなんつうかな、覚えてないって言ったのは、そういうことは覚えてるけど、そういうことはもう常識すぎて語るに値しないっていう意味なのか、まあ、それすらも覚えてない。それすらも覚えてない。要は本当に、なんかその、歌と同じで、なんかその、カラオケって何歌ったか、覚えないじゃん、基本的に。あの日何歌ったかなみたいな、何も覚えないじゃん、その、なんか。だから、その、それに近いの、歌に近いのかなみたいな。なるほど。会話が結構歌に近いの。女の会話が結構歌に近いかもしれない。歌ったり踊ったりしてるみたいな。あー、でもなんか、これはでも、多分、まあ、よく言われる話ではありますけど、なんか女性はめちゃくちゃおしゃべりするけど、会話の中身みたいなのが薄いみたいな。でもなんか、男性も、まあ、人によっては、まあ、結構パクモスさんもそうですし、まあ、僕とかも割と会話の中身を求めるタイプの人間なので、まあ、そこはちょっとまあどうでしょう、男性でもまああんまり中身っていうか歌に近いようなコミュニケーションしてる人もいるのかな。俺言われたのよ、俺友達に。しかも、はい、もうめちゃくちゃなんかその、はいはいはい、なんていうのかな、イケイケの友達に、はい、いやみたいな、だからそのイエイが好きな友達とグラビティが好きな友達2人いて、ああなんか聞いたかもしれないです。はい、そう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 。
ゲゲが好きな友達のゲイはカメラがつけられるからいいっていうわけ。でも、はいはいはい、そのもう一人のグラビティっていうカメラのつけられないその SNS、音声 SNS は、そのカメラがつかないからいいっていうわけ。つまり、はいはいはい、その容姿とか、その人の年齢とかから、その、なんていうのかな、判断できる情報で、その、もうパッて見たときに、あ、こいつ、俺がさ、そのモザイクがパッてさ、そのカメラがついたときにさ、はい、その失敗小僧だった場合ってさ、なんかその、はい、そういう対応になるじゃん。あ、この人ちょっとなんか、かわいそうな人なのかな、みたいな感じでさ、ちょっと そういう感じなんじゃん。それ自体が、はいはいはい、俺は結構その、なんていうかな、その友達を作る上においてよ。はい。なんかその、友達を作る上においては、すごい、いらないこと、情報だと思ってるから、うんうんうん、俺はその、なんていうかな、カメラとかがない方が、とか音声通話とか、この、チャットで帰ってる方が結構仲良くなりやすいんだよね。でも、その、イエイが好きな友達が言うには、そういうのがないと、なんかその、手元にさ、お酒あるとするじゃん。そしたら、それを見て、何飲んでんのみたいな、なんかそこから会話ができたりとか、うん、なんかその、髪型いいねとか、その、まず容姿とか、飲んでるものとか、はい、そういうところから会話が広がるって言うんだけど、はい、あ俺、その能力ないから、なんかその別に、わかります。別になんかノンバーバルコミュニケーションですよね。そう、ノンバーバルコミュニケーションってどうでもいいじゃんって感じなんだよ。コロナになって、その、対面が少なくなって、すごい困ったとか、あと対面で、まあ、新卒の人がちょっと質問 しにくいとか聞きにくいとか、そういうのはちょっと除いて、なんかその働きにくくなったとか、やっぱ対面がいいよねみたいに言う人たちっていうのは、結構そのノンバーバル系の、ノンバーバルコミュニケーションで結構主軸を置いてる人たちなのかなみたいな。あとちょっと話を思い出したんですけど、さっきその歌の、コミュニケーションが歌なのかって話があったじゃないですか。僕のすごい気に入ってるぼっち系 YouTuber の人で、タンピンっていうなんか、確か登録して2000人ぐらいの結構すごい人がいて、その人はサブチャンで配信するんですけど、なんか最近引っ越して木造の壁の薄いアパートに引っ越したら隣の大学生が超うるさいっていうその文句の配信をしてたんですね。で、そのうるさいのはいいんだけど、その会話の中身がもう本当に大学生が言いそうな言葉っていうのをコピペしてもう連続貼り付けたような、なんかうっすら寒い会話しかしてないと。なんか俺今日ワンチャンオールいけるわーみたいなそういうこと。俺たちキャラ濃いわー、俺たちキャラ濃いわー、お前やばくねー俺たちつって、この先ちょっと度数高いよねみたいな、そういう会話をずーっと続けてて、もうそれ聞いてるのがもう本当にしんどくて、お前は自分の言葉で話せないのかっていう風に説教したいっていう風に結構愚痴ってたんですよね。で、単品さんはこれ言っていいと思うんですけど、ウェブ小説家を目指してたりとか、結構その文学的っていうか、すごい言葉がすごいあれなんですよね、言語化力高いっていうか、すごい詩的な表現とかしたりする人間なんで、多分そういうの気になったと思うんですけど、だから結構だから男子大学生とかはさっき言ったその歌的なコミュニケーション、今日俺2時間しか寝てねえわって毎日言ってるみたいな、だからそういうだから結構パクモスさんはその大学に進学しなかったって言いましたけど、その大学をパクモさん勉強多分好きだと思うんで、本読んだりとかそういう面では大学楽しかったと思うんですけど、その大学生の特有のノリみたいなのはちょっとキモいなって多分思ったんじゃないかななんて勝手に思いました。ああ、だからそうだね。だからそれが全然面白くない。だからなんていうのかな、そんなああ、いやだから勉強もさ、勉強も勉強で、まあこれはちょっと別の話になっちゃうんだけど、なんか勉強も勉強でさ、はい、だからその自分の好きなことだけ勉強したいからさ、好きなやつと絡んで好きなやつと好きなこと勉強したいからさ、はい、なんかそんな、なんていうの、その枠別に俺にはいらないなって思ったって多分それだけなんだけど。はいはいはい。で、なんだろうな、だから、でもそういうのがいいのかな、やっぱでも。なんか大学生コミュニケーションみたいなのが、まあ、一周回ってそのやっぱ友達ができやすいっていうのはあるのかもしれないけど、でもさ、それってナチュラルじゃん基本的に、はい、努力しないじゃん、努力したら疲れるじゃんそれさ。あとやっぱりナチュラルだからこそ、なんかその自分のメリットクラシーっていうか、その能力の差が出ちゃうのかなっていうのはちょっとそんな気もするんですよね。受け身で待ってるともう露骨に能力の差が出るっていうか。そう言いたいことわかりますかね。そうわかる。だから僕とかもそのナチュラルなコミュニケーションだと淘汰されちゃうんで、なんかいろいろと工夫してちょっとインターネットでこう発信したりして、まあなんとかちょっと YouTuber の人とこうやって知り合えたんですけど、うん、でモザイク君こうやって喋ってる分には全然普通だもんね。なんかむしろなんかちょっとさ、なんか自分陰キャですみたいな感じ言ってるけど、はい、どっちかというと我が結構強いじゃん。
側強くて、僕はこう思います、ドンみたいな感じじゃん。そうそうそう。だから なんでそんな自己主張が強い。だからそうどあの世間がイメージする、はい、なんかちびまる子のさ、山根くんみたいな、僕は一応弱くて、はいはい、みたいな、そういうサムネじゃん。でそういうサムネだけど、実際そういうことないわけ。全然そういうことなくて、はい、なんかどっちかというと、もう濃すぎなわけ、中身。はいはい、あそう、名刺って感じなの、なんだけど、はい、そう、いやいや、ほんとそういう感じなのよ。はい、いやでも多分だからだと思います。その画が強いんだけど、その画が全部出せないっていうか、まあ空気読んじゃうとかそういうのもありますし、どうしてもその学校とかその空間で画を出せる人とか、だからこれちょっと話したか、ちょっと確かスタイフのやつなんで、ちょっとあんまり YouTube で話してないんですけど、ちょっとなんか飲み会に行ってなんかすごい絶望した話とか、スタイフでなんか話したんですけど、やっぱりそこの場で、あ、スタンド FM ってあのラジオ、はい、あの一番年長者のなんか先輩みたいな人がいて、でその人がもうすごい力を持ってて、まあ、その人がなんかおごりよみたいな感じなんで、もうその人最強なんですよね。で何話すかっていうと、なんかずっとなんかそのあの今日お酒飲んだみたいな話と、あと下ネタとみたいな、なんか そんな感じなんですよね。なんかこの前なんか女とやったみたいな、大体この3つぐらいで、まあ、それも下ネタですけど、なんかなんで俺はもっと面白いエピソードを、例えばアベマに呼ばれたもそうだし、コスメティック田中と話したとか、そういうなんか、あとまあなんかいろいろ泣きながらライブやったとか、いろんな面白いエピソードがあるのに、なんで俺はこの場であの話せないし、話を聞いてもらえないんだろうっていう。いやでもそれは話せばいいじゃん。それはでもそう話せばいいじゃん。それはもう単純な話。ああ。まあでもなんか。だからもう無理やりくっつけちゃうわけよ。だからその、そう、女とやったわーって言ってる親がいたとしたら、はい、いや僕はちょっと童貞なんですけど、でも童貞といえば、はい、みたいな、田中さんっていう YouTuber がいてみたいな、なんかその、無理やりもうなんかその会話泥棒しちゃえばいいじゃん。会話泥棒するのがいいかもしれないね。そのでしかもさ、会話泥棒ってさ、会話泥棒したやつの話が面白くなかったら、いやまあそこで面白い話女よってなるけど、はい、そのさ、なんかその女とやったわーみたいなさ、なんかそうしょうもない話がまずそもそも多分共通認識として誰も面白いと思ってないから、会話どうもしてくれてありがとうって多分英雄になると思うんだよ。いやでもやっぱりなんかその年上だしみたいなのとか、先輩だしみたいな、そういうので僕もちょっと権威に怯えてしまったっていうか。ああでもね、そのダメだダメだね、それはね。ああすいません、ダメっていうか、ダメっていうか、そう、あとあれなんですよ、僕毎回そこなんかそういうのに参加してたわけじゃなくて、突然なんかそのたまたまなんか夕飯食べに行くみたいな感じで、あだったらなんかあのお腹空いてるし行こうかなって思ったら、なんか突然飲み会始まったみたいな感じだったんで、その周りの人は結構定期的に飲み会行ってるし、なんかそういうのにも行ってる、なんかだからあれですね、ナチュラルコミュニケーションの時間が長いんで、なんかすごいちょっと最初から疎外感ある状態からスタートしたみたいな、そこもなんかちょっとデバフかかっててみたいなとこありますね。あとは何でしょう、さっきのグラビティイエイ問題じゃないですけど、うん、やっぱり僕顔出してると相当話せないっていうのがあります。まあ、相当ってことではない、まあでもそうですね、結構顔出してないからこそ話せない。いやいや、そんなことないと思います。だってっいや対面でその水沢とかで話したけど、むしろその、はい、アイクン問題とかさ率先して、はい、爆問さんやめましょう、やめましょう、本当にあの古田さん怒ってますよ、やめましょう。いや、おーみたいなさ、いや別にこれプロレスだからさ、古田君もそんなに怒ってなかったと思うんだよ、めっちゃ。いや、まあまあでも結構もうあの日もう出来事多かったんで、もうちょっと余裕 なさそうな感じだったんで。ああ、そうね。そう、だからもうめっちゃ止めてくるわけよ、なんか。いや、あれはちょっとやばかったですよ、もうなんか。やばかった。やばかった。俺もちょっと全然感じ取れないからさ、いや、いつも古田君だなみたいな感じだった。いや、あれはちょっとやばかったです。ああ。まあ。そうだね。だから、はい、でも俺も結構アドバイスできないんだよな、その、いわゆるその、ね、結構あれですよね、似てる人種みたいな側面もありますもんね。そう、ナチュラルコミュニケーションの人種じゃないから、でもさ、その、会話のプロトコル違うんだから、その人たちと別に仲良くしなくてよくないっていうのはあるんじゃない？だから問題は、その、なんていうのかな、マイノリティがマイノリティを探せるっていうシステムが今ネットにしか存在してないから、はいはい、だから今インターネットではさ、そのなんかさ、はい、金梅とかさ、横山緑とかさ、そこら辺のなんかさ、社会で生きてたらもうこいつ絶対ゴミだろみたいなやつがさ、徒党組んでさ、コミュニティ成立してるけどさ、はい、そのあれそれが現実空間です。あればいいわけじゃん、別に。現実空間でないから、いや僕友達ないよって悩んじゃうやつがいるわけであって、
はいはいはい。あとちょっとだけ話を戻すっていうか、つなげるんですけど、さっきその、アイ君はエイチタさんみたいなそのサイコパスに憧れて、ちょっとなんかそういうコントロール、コミュニティ支配しようっていう風にやっちゃうけど、それ失敗しちゃうって話あったと思うんですけど、やっぱりそのエイチタ氏のすごいところっていうのは、そのコミュニティ支配するっていうのはもちろんそうなんですけど、彼は、まあ、どこまで本当か分かんないですけど、でも多分本当なんだと思うのが、やっぱ大学時代はなんかサークルに入ってて、でもうお酒飲みまくってたと、飲み会参加してたと。で、なんかそれってあれじゃないですか、ナチュラルコミュニケーションじゃないですか。ナチュラルコミュニケーションもできるし、古田さんとか、その僕らみたいな、そういうそのナチュラルじゃないコミュニケーションの人とも会話できるっていう、そのプロトコルが違う壁を乗り越えて、そのいろんな人となんか話せるっていうか、まあ、あれはちょっとなんか特殊なあれ能力なんで、まあ、特殊なんだと思うけど、でも別に憧れちゃうんじゃないですか。でも本人も別にその、はい、すごい満足ってわけじゃなかったと思うよ。だってさ、そもそもさ、はい、そこで満足できるんだったらさ、その越境してこないじゃん。確かに。そうそうそう。だからそのフロイトでいうところの解の原理があるわけよ。だからその解、はい、に集まってるから、そのじゃあ自分がその移動してきてる場所が一番なんか温暖だったりとか食べ物が取れたりとかするわけで、はい、はいはいはい。要はそのエイチタさんは。その頑張ってんだと思うな。ギフテッド小学生中村健太が成長したみたいな感じで、中村健太もいや小学生その、はい、いやもう周りのやつ頭悪いし、なんかそのアルゴンの周期表の記号も言えねえし、こいつらゴミだなみたいな、なんか言ってたし、それなんかわけわかんない、なんか酸化鉄とかさ、別に酸化鉄がなんだよ、 FE だかなんだかしたらどうでもいいじゃんそんなこと、はいはいはい、どうでもいいんだけど、なんかそれがわからないことに対してすごい腹立ってたんだけど、でも多分そう成長してったらさ、そのあの人たち多分メンサとか入ったりするわけじゃん、多分。はい。メンサとか入って、で、ちょっと奇抜 なコミュニケーションを取り始めるわけじゃん。はいはいはい。あ、そう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 。だからその、いいわけよ。その、自分はなんか孤独だよっていうことに対して、ちょっと開き直れる瞬間があって、開き直った瞬間にそこから先友達がいっぱいいるみたいな感じなんだよ。だからその。あ、だからいい感じに話が。え、まあまあ、ちょっと、聞いてきて。はい、で、その、要はさ、ここなんか得意点があって、ここはその頑張って友達作ってるエリア で、はい、でこっち側はそのここ孤独もう大気圏で、もうここめちゃくちゃ暑いわけよ、暑いしってなるんだけど、はいはいはい、ここから先はその、はい、むしろ快適みたいなさ、その無限の宇宙が広がってるみたいな感じなイメージね。あ、なんかでも言いたいことなんとなくわかります。はい、ごめん、はい、じゃあ聞いてみて、はい、いや大丈夫ですよ。すごいなんかいなんていうまとめで言ってくれ、まとめられそうなすごいいいことを言われてたので、うん、あれですよ、その自分の、まあ、最初にも言いましたけど、その自分の弱い部分とかそういうのを認めてってことですよね、うん、でそれがパクモさんに言うその越境で大気圏突入、僕で言うとなんか YouTube チャンネル作るとかわかんないですけど、だから、ね、全員 YouTube チャンネル作った方がいいと思うよ。だって自己開示ってめんどくさいじゃん。はい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 、自己開示ってなんかそのいちいちすんのめんどくさくて、で名刺とか肩書きとかはツイッターの BIO だとは分かんないわけ。これなんでこの話したんだろう、はいはいはい、このインスタでもこの話したけど、はい、名刺ってもう時代遅れだし、はい、その、うん、ツイッターってもツイッターのツイッターで自分を見せるってこともその無理なわけよ。もう無理です、ね、切り取らないわけよ。まあ、5時間とか切り取らないで、はい、その何て言うかな、その自分の私生活5時間を垂れ流してる方がよっぽどその人の人となり分かるじゃん。5時間やっぱ取り繕って話すって無理だよ。それはさ、うん、そのモザイクだって 1、2 時間はさ、その頑張って飲み会でさ、話し合わせてさ、先輩すごいですねって言うかもしれないけど、3時間、4時間、そいつ言ったらつまんねえんだよってぶち切れるかもしれないじゃん。だからそれがモザイクじゃんって感じなんだよね。はい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 、はい、そう。あ、だからもうそれが YouTube なわけ。でも YouTube はもう全員やった方がいい。ショート動画じゃないよ。あのショート動画で TikTok じゃない。そう。ショート動画とか TikTok の話じゃなくて、はい、横長の。そう。横長の中弱以上の話。はい。まあ、なんか話してくださいってことですよね。コンテンツとしては話すっていうのが一番あれですし、まあ別に話さないでなんか映像作品作るのがいいんだっていう人はまあそれでもいいですけど、あ、文章でもいいよ、文章でもいい、文章でもいいし、いいですけど、僕もあれです、その人がどういう感じなのかって判断するときとかに結構その動画を使うので、まあ、実際結構 H 田さんにちょっとまあ入れ込んでではないですけど、そうなってた時期っていうのは彼のすごいチャンネルの動画をたくさん見てたんで、こういろんなその人のつながりを作る上で、みんながやっぱ YouTube 作って自己開示するみたいな、まあ、大事ですけど、でもやっぱりあれなんですかね、みんな伸びないみたいなのがあれなんですかね。結構僕も最近あの湯浅凪さんとコラボしてコラボアイデアリストとか作ってるんですけど、見るともう動画全部消してる人とか全然いるんですよね。
こっからなのにみたいな人が、もう全然動画消しちゃってたりとか、チャンネル消しちゃう人とかもいますし。そう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 。しかも多分それさ、なんかその、チャンネル消すやつと喋ったとしても、それって結局じゃあ、その、あなたは なぜその、名古屋の愛君を評価しなかったかって、俺、愛君から昨日 LINE 来たわけよ。はい、クリティカルな話で。おー、はい。なんで、そうそうそう、そのなんで、その、なんていうの、初田のライブで、初田っていうのは、H田のライブで、古田が、その、モザイクが、もう稲葉を切れって言ってるよっていうこと、稲葉を切るってなったってことを、その、アナウンスしてるから、その、足並み合わせろよみたいなコメントしてたんだって。で、それスクショ送られてきて、はい、で、モザイクさんは、僕がその動画を消したりとか、その、文章をちゃんと書かなかったりとか、ツイッター消したりすることが、そんなに気に食わないんですかねみたいなことを言う。なるほど。その来たわけよ。はい、で来て、いや、そのでも俺はモザイクの言うことも一分かって、その、なんていうのかな、そのコンテンツが残らない以上、コンテンツクリエイターの集団としてのあの界隈に入れ続けることはできないよって言ったら、んーみたいな。じゃあ、でもその回答が気になるじゃん。そしたらさ、はい、それに対して、あ、じゃあ、そのコンテンツを作りますねっていう前向きな反応来るかなと思って、だってそのコンテンツを作ったらモザイクも考え変わるよって言ったんだけど、その、そうじゃないわけよ。じゃあ僕もモザイクと古田さんを切りますねって話になる。はいはい、わけわかんない、わかんないこと言い出すわけよ。はいはい、そう。だから、その、違うんだよね。なんかその、そもそも、なんか、頑張るつもりがないというかさ。はい。で、これちょっとまた別の話になっちゃうんだけど、はい、これさ、頑張るつもりのない人に、で、頑張るつもりのない人、確かに救えないよ。救えないっていうモザイクの意見すごいわかるんだけど、でも頑張る、はい、その、でもさ、要はさ、俺たちっていうのはもともとさ、アンチメリットクラシーの思想強い同士じゃん。はいはいはい、頑張れないやつって、その、いるわけよ。当たり前なの、はい。頑張れないのが人として当たり前。はい、で、その、頑張れるやつっていうのは、例えばなんだけど、臨死体験したりとか、もう壮絶な過去があって、もう頑張んないと死ぬみたいな状態とか、ホリエモンみたいになんかその、九州だと本当に誰も話通じなくて、でも、超孤独感感じて、もうだからもう東京に行くためだけ東大入るみたいなさ、まあそう、あれは IQ とかもあるかもしれないんだけど、うん、そういう状況にやっぱ追い込まれないと無理なわけよ。で、その、この、すごい老害的なこと言っちゃうんだけど、生ぬるいわけよ。俺の世代、ゆとりも Z 世代も含めて全部生ぬるいわけよ。生ぬるいから頑張れないんだよね。生ぬるいから頑張れなくて、で、それはなんかその生ぬるいから修行しろって言ってるんじゃなくて、生ぬるいっていうことがもう俺たちの災難なわけよ。だから、息子娘の、息子娘っていうのは俺結構叩いてるけど、息子娘に生まれたっていうのはもう、ある意味かわいそうなことで、その、まず親と比較されるっていうこと自体がさ、もうその、重荷になるわけじゃん。ああ、僕ですね、まさに。そう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 。で、その別の、いや別の人格だよっていう、いや、近代的地があるよって言っても、誰も信じないわけよ。いや、と言っても、いや、お前は丸々、工業の社長の息子でしょみたいな話になっちゃう、はい、さ、その切り離せないじゃん、はい、カルマなわけよ、カルマ、はいはいはい、だからある意味かわいそう でそれはそのポジティブな面もそうだし、その田舎 その農家の家に生まれたみたいなネガティブな面もそうなわけ、まあ、農家がダメって言うんじゃなくて、はい、その言いたいことは分かりますよ、農家とアカデミズムってつながってないじゃん、はい、そう、農家に生まれたからアカデミズムにアクセスできないよっていう人間をモザイクは、いやでもそれって頑張らない本人が悪いんじゃないんですかねっていう、メリットクラシーが嫌いなはずのモザイクがそれを言ってるわけ、はいはい、で、そこには何があるかっていうと、はい、そのモザイクの真剣さがあるわけよ。だから真剣さが、はい、真剣さと不真面目さが対立しちゃってるわけ。モザイクってさ、本当に伸びたいし、自分が本当にその、はい、なんていうのかな、弱者男性の王様になりたいし、はい、っていうその、なんか、そんなんていうのかな、マイルストーンを置いてきてるわけじゃん。で、超、はい、頑張ってきてますと。モザイクは頑張ってきてるんだけど、はい、そう、だから頑張らないよって、まあ、僕は頑張る力がないよっていう、その、アイ君に対して、もうその、ぶつかっちゃってるわけよ。だからこれ難しい話で。はい、というのもありますし、あともう一個は、何でしたっけ、ニンビー問題っていうか、僕もその、
社会的な思想的にはメリットクラシーよくないよとか、うん、そういう能力主義が頑張らない人の方が、あ、だって生きてる価値あるよみたいに言うはするし、思ってはいるんだけど、じゃあ実際にその自分の超個人的な関わりとか自分の仕事とかの関係に本当に頑張らない人がいて、でその人に対してものすごい怒ってる人がいて、でその人はその人がいるからすごいパフォーマンスも落ちちゃってて、なんかちょっとその人が怒ってる状況を僕は見ないといけないみたいなタイミングになった時に、じゃあちょっと距離別に切ろうっていうあれもあれで、ちょっと一旦放置するしかないんじゃないですかっていうふうにちょっとあの決断せざるを得なかったみたいな。そうだね、だからその 理論と実存が、まあ、違うんだよね。そうですね、はい、そう難しいわけよ。だから、はい、これ誤解しないでほしいんだけど、あの要はさ、そういうのって社会全体とか社会で救った方がいいよねっていう話は、まあ、それはそうなんだけど、でも社会っていうのはさ、個人が作ってるもんだから、パラドックスなわけよ。そう、はい、そう結構無理で、はい、でそこの問題をやっぱ解決しようってなった時に、はい、あの無理なわけよ。その何て言うかな、要はそのもう無理やり引っ張り上げるみたいな、その要件哲学しなきゃ無理で、はい、で俺たちはその会社じゃないっていうことがせめてもの救いなわけよ。はいはいはい、はい、会社ってもう無理なわけよ。営利団体だから、営利組織だから、はい、そのアイクみたいな、そのなんか自分の作ったもの全部ぶっ壊しますよみたいな、月一で自分の作ったものぶっ壊しますよみたいな、納期も守りませんよみたいな人いたら、まあ、それは当然切るしかないんだけど、はい、でもそのさ、その YouTube って別にさ、まあその時間的な制限はあれどほぼ無限に作れるし、はい、その、まあ、チャンネルも無限に作れるわけじゃん。だからその、はい、やる気ない、その要はダメライフはダメライフで別にそこの枠作っといてあげたらいいんじゃないっていうふうには思うね、別に。あ、しかも、うん、あのね、年齢もあるしね、多分、はい、うん、だからまあ古田さんもなんかその今はその時じゃないみたいな話をしてたんで、だからその全部お前はもう YouTube なんかやめろってことではないし、もうさっさと消えろってことではなくて、その天才な思想家みたいな、そのデビューはちょっと先送りにしたらいいんじゃないかっていうことだと思うんで、さらに言うと、その要はなんていうかな、天才っていうのは結構俺からするとこだわりじゃないなくて、どうでもいいんだけど。ああ、なるほど。そう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 、なんか天才っていうのは何が言いたいかっていうと、そのなんていうのかな、今あるこの名古屋とか田舎とか、そのなんかエフランとか学校のいじめとか、なんかそういうものを、なんていうの、そういうものがさ、そのなんていうかな、稲葉くんが異常者ってことになっちゃうじゃん。それに攻撃されてる稲葉くんが異常者ってことになっちゃうじゃん。それが普通なんだからさ、その田舎においてはそれが普通なんだから、はい、稲葉くんが記載とか、なんか特別な存在だから、それによって抑圧されてるっていう構造にしないと、はい、俺もダメなわけよ。例えば俺って、あ、はいはいはい、確かに。正社員じゃなくて、正社員じゃなくてお金稼いでないで、その、要は今年30なのに、正社員じゃなくて全然お金稼いでないで、はい、手取りでも15万とかさ、そういうレベルで、はい、じゃあ、なんなのって言って、なんなのってなった時さ、はい、稲葉君の天才って言わないと、じゃあ、俺は何なんですかってなっちゃう。はい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 、はい。はっきり言って、モザイクとかもさ、そのチャンネル登録者はすごいけど、はっきり言って詐欺じゃん。だからその、いや、でもその詐欺、でも、はい、うん、でもさ、その詐欺でもすごい、すごいよって、だから詐欺でもすごいわけよ。いやいや、すごいんだけど、はい、その、はい、そう。わかりますよ。僕もその実態がすごい伴ってないものそう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 。だからそので、実態って別に伴う必要ないわけよ。だから実態ってのはよく世界観で覆せばよくて、これよく言ってた。はいはいはい。その世界観で覆せばよくて、そのなんか、でそこでそのじゃあ実態が伴ってないじゃん、そのアイ君はそのただのエフラン大学生でしょって言っちゃうことっていうのは霊障、そうそうそう、霊障じゃん、その、はい、そう極論霊障だから、はい、言えるよ。だっていやモザイク全然すごくないお前、だってお前ショート動画コピってパクって再生数伸ばしただけでしょみたいな、はい、まあ、これじゃあそれで、ね、じゃあ田村海のがすごいじゃん、はいはいはい、田村海の負けねえお前って言ってるのと同じだからさ、なるほどなるほどなるほど、受け入れるわけにいかないじゃん、そんなことは。ああ、だからそう、結構あれなんですね、パクモスさん的にとって、すごい重要な価値観と、古田さんのなんか思想とかのこだわりとか、すごいなんか、ね、根深くぶつかってる話だったんですね。そう。あ、なんかその、確かに。これ、一つ聞いてほしいんだけどさ、はい、まずそもそもさ、天才が一人しかいちゃいけないとかさ、なんかその、ヒエラルキーのトップには一人しか行っちゃいけないっていう考え方自体が、もうその、なんていうか、組織を大きくする上によって無理だと思うんだよね、その、組織っていうか、その、
そのなんか界隈を広げる上においてさ、全てがこれって今までの失敗の問題とか、その失敗とかさ、人が離脱していくことの原因ってさ、そのリスペクトされてない人からの上位過達によって消えてっちゃったりするわけじゃん。はいはいはい。そう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 。だから、相原太夫がなんで来たか問題って、この前語ったけどさ、はい、相原太夫っていうのは、その、H 田さんの詐欺によって来たわけよ。お金稼げますよ。役者男性からお金稼げますよって言って、詐欺によって来たんだけど、はい、詐欺によって来て、お金もまだ稼げてない状態で、あれしろ、これしろ、その、古田相原太夫出版からこれしろとか、なんか、本編集しろとかさ、要はなんとかさ、その、いやいやいや、なんで私が本編集しなきゃいけないのって、なんでだよ、普通に考えて、はい。っていう話になっちゃうから、はい、その、まずさ、命令するのはさ、その命令の文化、俺たちはその、プロレスが分かってるからさ、いや、パクモトさん、はい、その、朝葉の書店行った方がいいんじゃないってさ、それ自体がさ、俺が解釈してさ、じゃ朝葉の書店、朝葉から宮台真司に繋がってってさ、その客観的に見たら別にさ、ただの古本屋の店長だからさ、その、つながるかどうかってかなり微妙なラインなんだけど、つながるってことにしちゃうわけよ。てか、それ俺できるから、はい、俺はもう強いわけよ。統合失調症になれるから、もう最強なんだけど。なれないわけ。相原大夫とかも現実主義者だから、いや、体を送ってお金稼ぐしかないじゃんっていう、はい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 、その、現実の話をしちゃうわけ。なんで現実の話すんのっていう、だからここ現実のまま話すとこじゃないよっていう感じなんだよね。単純に考えて。なるほど、なるほど。そうそうそう。だから、モザイクの友達をいっぱい連れてくるっていう試みと近いわけよ。で、モザイクの友達連れてくるのは簡単だよ。それは H 田の仕事。それは H 田でできるよ、それは。はい、僕は、東京医科歯科大学の YouTuber ですよ、つったらさ、多分その、モザイクの友達とか全員エフランだからさ、すごいってみんな来るわけじゃん。すごいで、で、君たちも、その偉大に入れるみたいな感じでさ、もうって情報商材的にみんなバーって行くと思うんだよ、その、はい、考えてないから、まあ、その行かないにしても、はい、その初田がいや俺藤代リリーとやったわみたいな、すごーい、そういうコミュニケーションでしょ。そういうコミュニケーションは初田得意なんだけど、はいはいはい、でもそのそれって情報商材だし、その情報商材をもうそのやってるわけよ。佐古勇気とか山本龍拳とかやってるから、はいはい、俺たちそれやらなくていいわけ。最初にフックとしては僕もありだと思うんですけど、その後になんかちょっと美味しい思いじゃない、なんかなんだろう、あげない限り定着しないって話。そう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 。で、全部消えてるじゃん。全部消えてるから、はい、その、だから要は、ベネフィットが、ベネフィットが、利益が提供できてないから。はい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 。利益は提供しましょうよって話なわけよ。はいはいはい、だからさ、まあ、ちょっとこれ、もうたらればの話になっちゃうけど、はい、例えばなんだけどさ、じゃあその、じゃあ、相原太夫の写真集を出してたら、ちょっと違ったかもしれないじゃん。ああ、確かに確かに。言ってること、だからそういう話なわけよ。その、で、その、じゃあ、でも文章を書けよって、じゃあ文章を書かないのが悪いんでしょってなっちゃうと、でも文章を書くの大変だし、疲れるから、はいはい、まず写真集みたいな、なんか写真をただ撮るだけで作れるっていう。はいので、なんかその。で、あとは対談で、あれ、アモイシャ系、今回の、ものすごい、なんて、ノウハウ多分使えると思ってて、自分で本書けないですよっていう人も対談して、インタビューして、それを文章にする。プラス写真集。それでもう終わり。そう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 。それがもう、いいわけよ。だってさ、はい、あなたの写真集出すよって言われて悪い気するやついないじゃん。まあ、その、要は顔出しできないモザイクみたいなの別なんだけど、はいはいはい、女だったらさ、みんなインスタグラムに自分の、はい、また、特に甘い写経とか YouTube に自分の顔をメイク動画とか載せてるわけなんだからさ、はい、その、みんなやりたいわけよ。みんなやりたいことはやってあげりゃいいじゃんっていう、はい、得じゃんって感じなんだよ。はい、で、まあ、もうこれ、また相川さんの話になっちゃうんだけど、だから、要はその、じゃ男だったら、男とかその権力購買に対してはどうするのかっていうと、単純に、要はなんつうかな、その、いや、俺たちも、その、イベントの時に動員してあげますよとか、人がいっぱい行ってあげますよっていう、それがないとさ、例えばさ、たまにイベントに行って暴れてさ、なんか人がプロレスしたり、喧嘩したり、路上で喧嘩したりとかさ、女ぶん殴って帰ったりとか、はい、そんなやつにさ、なんかじゃあ、例えばじゃあ、じゃあその人がアベマニュース出ましたってなった時にさ、使ってくれるわけないじゃん。例えばさ、はい、アベマでさ、その、参政党とごぼうの党一緒に出てて、参政党の多分話聞きたかったと思うんだよね。ごぼうの党どうでもいいんだと思うんだけど、はい、僕のどうでもいいと思うんだけど、でも一緒にセットになって出てたじゃん。で、あいつら仲いいわけよ、はい。仲いいから一緒に出れるんだけど、その、あれが、その、なんていうのかな。じゃあ逆に後藤輝樹とか出れてないよ。出れてるかもしれないんだけど、まあ。いや、わかりますよ。その場では出れてないんです。その場では出れてないじゃん、その。っていう話で、その、仲がいいからセットで、セット売りされるよねっていう、この理屈を、これ一番理解してほしいんだけど、はい、で、じゃあでもそれってケツダメじゃねえかよっていう宮内真司とかその古田君言うかもしれないんだけど、でもそれ言ってもそのだってそんなさ
その悪人、あなたが悪人って言ってる朝派の本屋に行くこともはっきり言って俺からすると消すなめなわけだから、同じ消すなめるんだったらなんかもう徹底的に消すなめた方がいいじゃんっていう話、中途半端なんだから、消すなめた後にそのいや相川さんのイベント行きますよって言った後にその LINE グループになんかその周辺の人を宇治吉の僕とか招待しまくって、相川クズ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 っつってさ、いやじゃあやっぱケツ舐めんのか罵倒するかどっちなんだよっていう話で、仮想敵として使うのは別にいいじゃん、俺も使うよ、その俺東博樹にもブロックされてるし好かれるつもりないから、自分の動画で東博樹のことを忖度とか褒めるつもり一切なくて、もう東博樹とは多分もう永遠に対談できないなってもう諦めてんだけど、でもそれはいいわけ、もうあそれは必要な犠牲なわけ、はい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 、必要な犠牲なんだけど、あじゃあその別の枠としてやっぱ落合陽一とかその思想家全部から嫌われたらさ、それはもう終わりじゃん。いやキャンセルされちゃう。そうキャンセルカルチャーされちゃうからっていう話だね。ああ。そう。いやそれで言ったらあれですね、なんかそのベテランチさんがやってるそのあの友達とやるその来住チャンネルのなんかオープンチャットに。古田さんの動画をリンクを貼りまくれみたいなの、その H 田さんが言ってましたけど、あれはもう完全に握手ですね。うん、そういうところをケツ舐めるしかないっていうところですもんね。てかそもそもベテランチって、なんでベテランチなのって思っちゃうんだけど。いや、それはやっぱり、別にそんなし頭いいみたいな感じに、なんて言うんでしょう、その思想とかその政治みたいなのは、それはないですけど、うん、ただただなんか若者の中で結構頭いいっていう風な、頭いい人誰って時にすごい名前が上がるような、まあお笑いも混ざってますけど、なんていうのすごい難しいんですけど、だからなんじゃない。いやだからそもそもそのベテランチがすごいと思ってる若者がいるっていうこと自体が幻想なんじゃねって思っちゃうんだよな。あーでも結構僕とか見てましたよ、なんかその東大理三だからとかじゃなくて、なんか普通にすごいなみたいな。ああ多分周りにも高校の人とかも多分探せばルシファーとか伊沢拓司でいいじゃん、それはもうそのいやでもなんかあるんですよ、なんかその特有のっていうかベテランチさんの、だから雰囲気の話でしょ、だからそいつがなんかその、はい、学歴のなんかなんていうの、学歴もあってお笑いも分かるぜみたいな態度が気に食わねえって話でしょ、個人的なヘイトじゃんっていう簡単に言うと、あいやまあヘイトっていうか、まあ普通にだからすごいからなんかそういうところのポジションになんかこの界隈の人も入れたらちょっといいのかなみたいなのを思うっていう、そういうの嫌い好き、まあちょっと嫌いな部分もありますけど、なんて言うんでしょう、あの河野玄斗じゃないんですよね、ここがめちゃくちゃ重要で、河野玄斗は資格も取ってるし頭いいし クイズとか多分得意だし、うん、そういう人なんですけど、神のとか言われてるんですけど、そうじゃなくてなんかそのベテランさんはなんて言うんでしょう、なんかすごい親しみやすさもちょっとありみたいな、なんかすごいあのまあ、東大理三ではあるんだけど、ちょっとな、あの、なんていうんでしょう、九郎浜にまだ行かないですけど、藤井四段とか、そういうちょっとなんか、ちょっと意識低い系の雰囲気も醸しつつ、でもなんか、話面白いぜみたいな、本当の面白さ、本当の頭の良さって俺思ってるぜみたいなのが、すごいなんか好かれてるのかなみたいな。だからさっきのあれですよね、話また循環しますけど、幕本さんが言ってた、その自分の弱さとか、そういうの出してるかなっていう。確かにね、あれおもろいね、あの、そうなんです、海で寝転がって、つって。そうなんですあの海で寝転がるとか、あれがベテランチの一番面白いところだわ。うん。っていうね。はい。ああ。なかなか。そんな感じですか。まあでも結構課題はすごい多いっていう、まあなんかその裏でそんな愛さんとの会話が、まあ、ちょっと切られてしまうのは悲しいですけど、まあちょっとまあしばらく経ったらまた何か。あるかもしれないので、はいはいはい、また彼が戻ってきてくれるというか、まあ、まあまあその愛を使わないにしてもさすがにだって、はい、最年少モザイクの状態だからちょっときついっすよね、大学生いないじゃんっていう、だからもうその大学生いないよねっていう、だからその要はベテランチって大学生に進行されてるからベテランチなわけじゃん、はい、ああなるほどなるほど、ベテランチになれないね俺たちは、じゃあそのザキさんはちょっと入れたいなっていうのあるんですけど、でもがっつり多分この界隈に多分なんて言うんでしょう、まともな人っていうか普通の人ではないですけど、まあ、割とそういうなんて言うんでしょう、稲葉さんとか愛さんとか僕も結構得意な人だから、こういうちょっとこの界隈のコミュニケーションに耐えられてるみたいな部分あるわけじゃないですか。いや別にそんなことないの、別に太田隆一みたいなやつでもいい、太田隆一とかいるやん、太田隆一も半分切れてたけど、はい、
そのなんかその古田浩一の昨日と今日で発言違うつって切れてるけど、はい、でもまあその要はさ古田浩一の性格が分かればもう全部解決なわけよ。だからそのネックは、はい、その古田浩一の性格だけで、あとはもうあのいいわけよ。だから そんな特殊なことしないじゃん別に。ああまあまあまあそうですけど、まあ普通のことしてるよ俺たちって別に。ああいやまあそうやってることは別にそうだと思うんですけど、なんかその雰囲気というかがなかなかなんかそのいやもうちょっと表に出せないですけど、なんかあのちょっと怖いですみたいなの。あでも勘違いしないでほしいのはやっぱ古田君って天才なわけよ、はい、あのいやそれは僕も思ってます。さっきも言ってたんだけど、ライブその性格が爆発しちゃう時とそのコンテンツがすごい生み出されるのっていうのがそのだからトレードオフの関係になって、いや僕も書きましたね。それはそれをだからモザイカ言ってた、その要は最強のたくさんコンテンツが生み出されるからこそ、はい、あのなんかその人格に障害を抱えてるみたいな、そういうやついるじゃん、なんかその偉人とかでもそういうやついっぱいいるわけよ。あれですよ、藤井聡太さんとかもなんかホテルとかに全部物を忘れちゃうみたいな、その代わり将棋最強みたいな。そうそうなんだよね。だから結構トレードオフですよね。だからそのだから僕も別に古田さんをどうこうしようっていうよりかは、その周りにいる人がどうサポートするかみたいな。これ平田篤胤が結構近いんじゃないかなっていう、そのなんかその平田篤胤って知ってる？国学者で、あの、はい、国学者の平田篤胤ってやつがいるんだけど、なんか、はい、その国学ってもともとその日本神道とかを研究するようなさ、その学問だったんだけど、はい、でそのそれなんかその国学のさ祖って言われてるのなんかさ、なんか吉田松陰じゃないんだっけ、なんかそういるじゃん。いて、なんか元々はその神道を単に神道の日本書紀とかをただ研究するだけのがそのなんていうの国学だったんだけど、なんかその急になんかその 霊的な世界とかいうのを入れ出して、はい、その自分の解釈でその要は文献に書いてないことを勝手に想像して、でもものすごいその後世には評価されてるわけで、そいつ何がやばいかって、そのなんていうのかな、そのオリジナリティも腐ることながら、なんかもうなんかほとんど寝ないんだって。寝るときはもう机にバコンで倒れて寝て、あとはなんかもうずっと肘のこあの皮が擦り切れて骨が見えるぐらいまで、腱鞘炎になるぐらいまでずっとなんか自分の本とかを書き続けるみたいなさ。これ誰かに似てんなと。確かに。そしたらなんかさ、あれ古田浩一じゃねえみたいな。はいはいはい。僕もそのスーパー銭湯に行ったときも、あの僕寝ちゃったんですけど、朝起きてスマホ見ると古田さんがあのブログ記事なんか何個も書いてるんですよ。そうみたいな。でこうやって見るとなんか書いてるみたいな。そうでもすごいわけよ。でしかもその、はいはい、平田篤胤って結構なんかその後世から見るとなんかいや言ってることめちゃくちゃじゃんみたいな、なんかその要はだってかな、日本書古事記とかってさ、もうその解釈次第さ、神話だから解釈次第でどうにもなるから正解のない問題じゃん、はっきり言って。だからそもそも神話自体が嘘じゃねえかよっていうところから始まってるから、嘘の研究をしてるのは聖書の研究とかと同じで、嘘を研究してるわけよ。で、嘘についてこの嘘が正しいか、この嘘が間違ってるかみたいなさ、そもそも嘘って間違ってんじゃねえかっていう、その嘘の研究をしてるんだけど、それにおいてはもうめっちゃ強いわけよ。そうそこって物語の制作能力強いわけよ、はい、当時日本にはアートっていう言葉ないけど、はい、そのこういうなんていうのかな、でしかもその後のなんかその神道とか の文化にめちゃくちゃ影響を与えてるわけで、それって科学ではないじゃん。そのどう考えてもさ、その神道となんていうのかな、その宗教自体が科学じゃないから、そどうでもいいんだけど、はい、でもその、はい、それ自体がもうその文化に影響を与えられるじゃん。めっちゃでも夢ある話ですよね。そう。僕らがやってることも。そうなんだよ。だからその別にさ、科学的に正しくなくていいわけよ。それはもう落合陽一が証明してて、はい、その落合陽一科学的に正しいこと何も言ってないけど、別にそれでいいじゃん。なんかでそれで流行語大賞とか取れちゃうわけ。でも、はい、流行語大賞って結構ヘボいけどね、はっきり言って。そう、はい、いやデジタルデジタルじゃないよ。チャット GPT だよ。チャット GPT でサム・アルトマンが作ったのに。そのユーキャンの流行語大賞でチャット GPT が誰か、どちら陽一が受賞してんだよ、はいはい、意味わかんないじゃん。でも そういうヘボいことから始まってもいいんだけど、まあ、最終的には別になんかそのなんか古田浩一がなんかノーベル文学賞を取ればいいじゃん。なんかそのそれで、うん、ノーベル科学賞は取れないじゃん。科学賞は無理だけど、その幹部じゃないから。なんだけど別にそのノーベル文学賞とかでいいじゃんっていう、はいはいはい、
ていうね話。はい、じゃあすごいあれですね、なんか最後すごいなんていうか希望がある。そう、希望がある。すごい話だよ。だから僕らが やることによって、だから僕がこうやってやることによって、その将来陰キャみたいなのが人が生まれても、でも別になんか YouTube でやればいいんだよとか、あとまあパクモさんだったらもうベーシックソートでみんなが一人一 YouTube チャンネル、これ必須教養みたいな感じで、全員がもう必ず YouTube チャンネルを持ってるみたいな、そういう時代にを作れるかもしれないっていう、その可能性に満ちてるってことですもんね。そうです。はい、ということで、はい、じゃあちょっと録音閉めますか。終わりますね。お疲れ様でした、はい、先輩でした。じゃあね、はい、ありがとうございます。